左側ブルーのユニフォームがフランスのチャンピオンチームのボルドーです。右に白いユニフォームの日本代表、レフリーの長岡さんのホイッスルが鳴りました。去年のチャンピオンチームのボルドー、現在はリーグの方は第2位です。後半戦に間もなく折り返すというボルドーです。あ、日本チャンスになりました。インターセプト、横へ切ってシュート、キーパー弾いた。11番の内山でした。なかなか立ち上がりいいですね。惜しかったね。惜しかったですね。攻撃に厚みを持たすという、今のは原君から見たボールでしょうか。いや、木村ですか。あの前にゴールキーパー、今日は松井です。バックラインがサイドバックは松木、それからキャプテンの加藤がスイーパー、7番の津波がサイドバック、今日は岡田がスタメンで入っています。それからリンクマン、13番宮内、8番の西村はやや引き気味だと思います。11番が内山敦史、そして木村和志、トップが柱谷浩一と原博美です。そして柱谷、ここ悪くないですね。いいですね。逆サイドが立たずに、はい、内山から入るなること、深いクロスがセンターに入った、いいボールだ。最後突っ込んだのは木村でしたが、シュートはゴールキーパーはドミニク・ドロプスイ、2番がジャン・クリストフ・ツブネン、3番がロール、4番がスペッチ、5番がジェラール、6番がテュソー、7番がアントワーヌ・マルチネーズ、8番ジャン・ティガナ、そして9番がミッシェル・オードラン、10番がキャプテン・アラン・ディレス、11番が西ドイツ代表のディーター・ミューラーです。フリーキックです。ツブネル逆サイドへ振る、ワントラップシュート、あっと危ない、意向が出てるわけですね。うまくインターセプトした。15番柱谷浩一、一旦戻して左へ振る、この位置に津波が上がりました。津波のオーバーラップから速いセンタリングだ、ヘディング勝ってリバウンド、あーシュートはできないか。ツブネ、7番マルチネーズが前にいます。マルチネーズ小柄ですが本当にいいプレイヤーです。ここを封じたいんです。行きました、あー素晴らしいボールだ。左のオープン、フェイントをかけてセンタリング、まあ、これはきっちりマークです。クリスタフ・ツブネ、そしてこれギレス、上げすぎた、ギレス、あーただノーマークになった、危ない、キーパー。ミッドフィールドからカムさんね、はい、このゾーンに入った時のプレッシャーがすごいですよ、今日のボルドーは絶対楽にさせません。右端になったチャンスだ、シュート、よいしょ、ゴール、ほら左足ワントラップのシュート、見事に決まった。いやーこれはすごい、内山から原ですね。内山に出たパスが良かったですね。ことにね、あのさん、原君がああいう形でワントラップして左足浮き球をシュートできて正確に入ったというのはこれは素晴らしい。木村、まず木村のスルーパスですよね。ヘディングで内山、浮き球をコントロールして左足のアウトですね。ファインボール、相手にとって予想外の出来事なんですね。そうですね。マルチネス、まあこうなってくるとですね、エーメ・ジャッケ監督もかなり葉っぱをかけているでしょう。ハイクロスが入る、原フリーだ、柱谷ワントラップシュートができるか、ちょっと角度がないか、ペナルティエリアに入った、センタリングするか、あっと、PK か、PK、これは柱谷に削られました。大丈夫でしょうか。激しいチェックを受けました。11メートル地点 PK、 左足のすねですよ。ちょっと顔を歪めてますね、まあ、このプレーです。この場面はですね、もう抜くかけられるかという勇気を持ったプレーが必要なんですね。ジェラールですね、ジェラール、あーこれは完全に PK ですね。トリッピングしてますね、トリッピングで、あーチャンス、相手にとって不足なし。キーパーはフランス代表のドミニク・ドロプシー。11メートル地点ボールを置きました。木村、ゴールイン、ゴールイン、日本2点目。38分 PK 決まる、2対0になりました。いやいい時間に2点目取りましたね。現在のところ、まあ、森監督がゲーム前に行った攻めを中心に行くというのが実ってますよね。そうですね。
そしてね、これはあの PK に自転を守ろうという、張り付き始めましたよ、まあ、悪くはないと思うんですけどね、アランジレス右へ出た、右の奥にツブネル、ヤフルツキ狙います、ジャンチガナ、津波、いいですね、加藤ワンツーリターン、津波を持ちました、さあ行けますね、これはフィニッシュまで、津波フィニッシュ行ける、中央から加藤、あーっと左足のキックはミスと言ったが、細かい指示は出さなかった、危ない、さあキーパー飛び出した、ナイスセーブ、いいプレーでしたね、いいプレー、あーしかしこれは危ないぞ、こんなことしちゃった、キーパーマスイが戻る、しかしアランジレスの見事なプレーでした、クロスが入る、松井今のは本当にいいプレーでしたね、まあ、長身ディータ・ミューラーがいますが、ティガナ、もっとクリアミスだ、クリアミス、あキーパー、いやー危なかった、これは危ない、これは決定的ですよ、あ腹ですね、左足、いわゆる空振りをしました、あフランスナンバーワンチームが本気になる、クロスが入ったディーター・ミューラーを落としてリバウンドシュート、おーいやーこれはオードラン、しかし正確なパス入れてきますね、素晴らしいですね、見事な攻め、しかしどうもオードラン正確性がありません、グレスからティガナ、そしてディーター・ミューラーが分かったようにラストパスを落としたんですがダメでした、破りましたよね、まあ、2勝1敗という成績だったんですが、やはりこのデラックススーパーサッカーで破りましたからね、石神、吉井のあいいボールだ、吉田、いや原シュート、あー吉田です、フィニッシュは吉田、いや、まあ、これも完全に狙ったんです、いいプレーですよ、今いいプレーですね、意図的なシュート、石神ですよ、これ石神、いいスルーパスです、原ヒールキック、はい、吉田、いやシュートのアイディアは素晴らしかったんですよ ね、まあ、最後まで正確だったしですね、高いボールばっかりじゃなしですね、はい、ああいうプレーのターン、ディレスのミスキックから日本チャンスになって、木村シュート、ゴールイン、これはやりました、完全にボルドー集中力が切れました、ディレスのミスキックでした、44分3点目、呆然としています、ボルドーのプレーヤー腰に手を当てがっています、あの今のですね、はい、3点目非常に、ね、あの貴重だと思うんですよ、はい、まあ、2対0でも残り時間ありませんから、これ入らなくても、はい、あの勝てるんですけれども、ね、はい、こういう決定的な形になった時には必ず点にするということを ね、そういう基礎をつけるという意味でね、はい、非常に貴重なゴールだと、クラブをはじめとして兵庫県のサッカーファン、あるいは東京からもだいぶあのファンの方が詰めかけていますが、答えられない嬉しい日本の勝利になりました、3対0です、ナイスゲームでしたね、これで木村は2点ですね、 PK と最後の1点、それから原が取りましたね、はい、見事な3点を挙げました、